Bonjour et bienvenue au studio de la MCJP. Aujourd'hui, nous recevons un artiste au parcours atypique, le danseur et chorégraphe Kim Ito. Formé à la danse buto par Hanzo Furukawa, Kim Ito s'oriente par la suite vers la danse contemporaine. Lauréat du concours chorégraphique de Bagnolet en 1996, il ne cesse de confronter la danse à d'autres formes d'art. En 2005, après avoir présenté Kinjiki, il s'éloigne de la scène pour faire un tour du monde en routard. De retour au Japon, il se consacre à la formation des danseurs. En 2015, il revient à la création en fondant le collectif de performeurs Gelo. Allons maintenant à la rencontre de Kim Ito. Kim-san, konnichiwa. Allô, Kim-san. すいません、遅くなりました。おお、Kim さん、どうも。どうも。はい、こんにちは。こんにちは。びっくりしましたね、今。はい。日本でも外出自粛が続いたこの数ヶ月、Kim さんがどのようにお過ごしでしたか？またコロナ禍以降、新たに始めた取り組みがあれば教えてください。うちはちっちゃい子供が2人いて、上の子がもうすぐ3歳で、下の子が今7ヶ月なんですね。で、うちにいる時間が多いので、もう子供たちと毎日こう、の格闘する毎日です。とても大変ですけど楽しいです。それと新しく始めた試みは劇場で公演ができないので、ゲロっていうカンパニーのメンバーと一緒に作品を、映像作品を作ったりとか、映像に今携わることが多いですね。なるほど。じゃあはい、子育てと映像作りですよね、今の。そうですね、子育てと映像作り、まさにそうですね。東館で上映を予定していたやめるまい姫についてお聞きしたいんですが、この作品はキムさんにとって16年ぶりのご自身のソロ作品なんですが、どのような気持ちで創作されましたか？まあ、ちょっとしばらく本格的にソロ作品を作って踊るってことをしてなかったので、で、あっていうのと、あとその題材がそのやめる前姫、その舞踏のこう創始者の土方辰巳の書いた本だっていうことで、とてもちょっとこう最初は、まあ緊張というか、一生懸命取り組まなくちゃっていうふうに思ってやってたんですけども、ただ始まるとなんかだんだん楽しくなってきて、とてもこうリラックスして作ることができたと思います。でまた、まあ舞台の方ではまあ初めてキムさんの眼帯を外したと伺いましたが、はい、まあ、どのような理由があったのぜひ教えてください。これは伊藤キムとして、僕もそれから周りの人たちも認識をしてくれているんですけども、でも本来もともとその、僕これ右目を交通事故でなくしていて、で家だとこの眼帯を取るんですね。で、日常生活はこの眼帯をつけないで生活していて、でなんかこの眼帯をつけているということがこう社会に出るというか、こう表に出るような、なんか服着るみたいなんですよ。でそのやめる前姫を作るときに、なんか表に出てる自分だけじゃなくって、その素の自分、素のまんまの裸の自分も見せていく必要があるんじゃないかなと思って、じゃあそれは何だろうって考えたら、じゃあ眼帯を取るのかなって思って、実際にその作品ではカツラをかぶってるんですね。で眼帯を取っただけじゃなくて、そのまあこうカツラをかぶって伊藤キムじゃない別の人間になろうとするというか、なんか裸の自分になるんだけども、でもさらにまた全然違う人間にこう変貌するというか、そういうこともちょっと考えて、で眼帯を取りました。キムさんは子供の頃からダンスされていたんでしょうか？いや、僕は、21歳からですね。ただ大学は社会学を勉強していて、まあ、学生をしながらアルバイトをしようと、
持ってやった仕事がストリップ劇場だったんですね。で僕そのストリップ劇場知らずにそこに行ったら、なんか裸の女性がなんかたくさん踊ってて、ショーやってて、でびっくりしたんです。でやる仕事は何かっていうと、例えば照明をつけたりとか、音響で音を流したり、あと切符チケットをこもぎりっていう、そういうのやったりとかして、そしたらそこにそのいろんなその舞踏の人だったり、アングラ演劇をやってる人たちがこう、お金を稼ぎに来てたんですね。でそういう人たちに刺激を受けて、あ、自分もなんかそういうダンスをやってみたいなと。ただそこの劇場が休憩時間がすごく長くて、お客さんも少なくて、で舞台でなんかこうエロビデオを流してんですよ、テレビを出してきて。で僕その光景見て、あの社長に、あ、こんなことやってんだったらなんか舞台でやった方がいいんじゃないですか、僕ちょっとあの踊ってみていいですかって社長に聞いたら、いいよって言うんです。あの家にあったレコードをこういっぱい編集して、カセットテープ作って、で衣装をつけて、ちょっとこうユニセックスな、あの男とか女とか分かんないような衣装をつけて、でメイクもして、で舞台に立って踊ったら、お客さんから拍手もらって、あ、これはなんかとてもこういい経験にしたなと思って、なんかこう人前でダンスを踊るっていうのが、すごくそのなんか自分にとっていいこう表現の仕方なんだなということに気がついて、でそこからもどん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 こうダンスに、のめり込んでいったっていう感じですね。最初にフランスを訪れた頃のこと覚えてらっしゃいますか？はい、あ、もうそれははっきり覚えてます。踊り始めたばっかりで20代の前半で、ドイツに公演に行って、でその後日本に帰る前に、せっかくヨーロッパに来たから、あのパリとロンドンに寄って帰ろうと持って、でまずドイツからパリに入ったんです。で列車で入ってきて、サンドニっていう駅で降りたんですけども、僕パリってすごくこうおしゃれで綺麗で、あの素敵な場所だとずっと思ってたんですけど、初めて見るパリはもう汚くて、でなんかわい雑でごちゃごちゃしてて、で僕はそれ大好きなんですけど、思い描いてたパリと全然違ったのがちょっとびっくりでした。2005年にバックパックで世界一周旅行に出かけられたと思いますが、その時に、まあ、旅を通して感じたことを教えていただけますか？そのバックパックの旅行に出たのは、2005年だったので、僕が踊りを始めてからだいたい10年ちょっとぐらい、もっとか15年ぐらい経った時期だったんですね。なんかだんだんこう自分のやってることがマンネリ化してきて、どん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 新鮮さがなくなってきて、なんか壁に当たっちゃった気がしたんです。でなんかもうちょっと違う経験をしたり、なんかこう自分をこうリフレッシュしないとこの先に進めないなと思って、でちょっとそういう旅行をしようかと思って旅に出たんですけど、中国に1ヶ月いたりとか、中央アジア、あのキルギスとかウズベキスタンとかっていう、そういうなかなかこう僕らが普段見聞きしないところをこううろうろ歩いたりしてたので、まあどこに行ってもこう見たのは貧困ですね。ちっちゃい子供が家の手伝いをして商品を売ったりとか、物乞いがいたりとか、なんかその僕が普段日本で接することのなかったものばっかりを見て、自分はなんてこうちっちゃい世界にいたんだろうかっていうことにすごく衝撃を受けましたね。世界一周、まあ、回ってから日本に帰って、具体的にどんなことされてたでしょうか？まず自分のカンパニーを、ちょっとやり方を変えて、それまでは僕自身が作品を作ってダンサーに踊ってもらってたんですが、自分はその、振り付けをされる側に回って、でカンパニーにいる若いメンバーが振り付けをするっていうスタイルに、変えました。だから若い人をこう育てるっていう、そういうことをちょっとやろうというのが一つありましたね。ワークショップ、一般の人向けのワークショップだったり、子ども向けのワークショップだったり、あとは、まあ、それに関係しますけど、
親父カフェっていうのを始めて、普通のおじさんを集めてみんなでダンスを練習してもらって、でカフェを作って、でその親父さんがお客さんにこうコーヒーとか飲み物をサービスするっていう、でそのサービスの合間にダンスショーをやるっていう、そういうカフェをいろんなところでやりました。もうめちゃめちゃ面白い。僕あの今まで経験してる現場の中で3本の指に入るぐらい面白いですね、親父カフェは。まあ面白そうですよ、はい。2015年に新カンパニーゲロを結成して、10年ぶりにあの創作活動を再開しましたが、何らかの心境の変化があったのでしょうか。ゲロ作ったのは、まあ、自分がそのダンスそのものにちょっと興味が薄れてきて、もうちょっと違うことをやってみたいなと思って、まあ、その一つがその声とか言葉っていうことですね。体と言葉の関係性を探ったりだとか、なんかそういう形でそのダンスっていう枠からちょっと外れた言葉っていう、要素を、取り入れてやりたいなと思って作りました。キムさんご自身は舞踏家でしょうか、コンテンポラリーダンサーとして思っていらっしゃいますかね。どのようにご自身を定義されていますか。舞踏家とかコンテンポラリーダンサーとかっていうこと、あまりこう強く意識をしたことがないんですけど、なんかでもしっくり、自分にしっくりくる言葉だなっていうのはちょっと一つあって、それは芸人っていう言葉ですね。自分で何かを表現したいというよりも、私を使ってこう私をおもちゃにして遊んでくださいね、それで楽しんでくださいねっていう、なんかそういう感じがします。社会のおもちゃって思ってるんで。わかりました、ありがとうございます。キムさん本日はあのご出演いただきありがとうございます。ありがとうございます。そして今年延期になった やめる舞姫 のまた来年6月、やる予定ですのでお待ちしております。はい、あの来年6月楽しみにしてます。僕あのなんで踊りやってるのかっていうふうに聞かれた時にいつも答えるんですけど、踊りの神様が僕にお前こっちに来てここで踊れっていつも言ってる気がして、ですからフランスにいる踊りの神様にぜひ呼んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。